遊郭編全情報まとめ。はい、どうも皆さんこんにちは、のいちです。ということでね、今回はですね、間もなく始まります、遊郭編にね、関する全情報をね、まとめてきたのでね、まあそちらを振り返りながら一緒に見ていきましょうというコーナーとなっております。ということで早速ラインナップはこんな感じとなっているんですけども、まあ、本日はですね、なんと初回1時間放送のね、予想なんかもね、やっていこうかななんて思っているので、まあ、ぜひぜひ全集中で最後までね、ご覧いただけたらなと思っております。ということでね、まだ発表されてない情報っていうのがあるんですけども、まあ、そちらはね、考察なんかで補っていこうかななんてね、思っているので、今のうちにチャンネル登録と高評価なんかもよろしくお願いします。では、もう早速やっていきましょう。はい、ということでね、まず放送情報を見ていきたいなと思います。放送情報なんですけども、こんな感じということで、第1話はですね、なんと12月の5日日曜日23時15分より放送開始ということで、毎週日曜日23時15分放送なんですけども、まあ、こんな感じで初回のみ1時間放送が決定いたしましたよねということで、こちらかなり豪華なね、放送情報となっております。で、まあ2話以降はね、30分放送ということみたいですね。はい、放送曲もかなり豪華でね、まあ、無限列車編とさほどね、まあ、違いはないみたいなんですけども、まあ、放送日が12月からとなっております。で、まあ続いてね、配信情報なんですけども、配信情報はこんな感じで、12月の6日日曜日の夜1時から配信開始ということなんですけども、まあこちらね、1話のみ1時から配信開始ということで、2話以降はね、あの無限列車編と同じ毎週月曜日の夜0時から配信開始ということで、もうね、放送してからすぐに配信がされるみたいなので、こちらね、もう見返したい方はね、すぐに見返せますよということで、もうほぼね、同国のね、配信となっております。なんで、まあリアタイできなかった方もね、すぐ見れちゃいますよねということで、こちらかなり豪華なね、配信情報となっております。さあ続いて声優さんは誰ということなんですけども、まあ現段階で発表されているのは上限の6の打機のみとなっておりますよねということで、まあその打機の声優さんがね、こちら沢城みゆきさんとなっておりますよねということで、まあ沢城みゆきさんはですね、ハンターハンターのクラピカだったりとか、 SAO のシノンだったりとか、まあルパン三世の峰不二子なんかをね、演じられておりますよねということで、もう非常に素晴らしい声優さんですね。で、まあ打機に関してはね、もちろん過去編幼少期編があるんですけども、まあ沢城さんはね、以前にノーゲームノーライフのイズナっていうロリキャラをね、演じられておりまして、そちらをね、もうめちゃくちゃ上手にね、演じられていたので、遠慮はいらねえです、その調子でもっと撫でやがれです。もうセクシーなキャラからね、ロリロリなね、キャラまでね、すべて演じられますよねということで、もうダキと言ったらまさにこの人しかいないねっていう感じだったので、まあほんとハマり役というか、沢城みゆきさんでめちゃくちゃ良かったんじゃないかなと思っているので、まあ声優陣もね、こちらね、ダキの声優沢城みゆきさんということで、まあね、かなりアフレコっていうところでも期待できるんじゃないかなと思っておりますので、まあその辺結構楽しみですね。で、まだ発表されてないキャラクターなんですけども、まあ宇髄天元のね、嫁の声優と、まあ牛太郎のね、声優さんが発表されてないということで、まあ嫁声優に関してはね、無限列車編の最終日第7話のね、公開日なんかで、まあ PV が新たに出てね、そこで発表されるんじゃないかなと思っているんですけども、まあ牛太郎はね、登場回までその声優さんっていうのは発表しないんじゃないかなと思っておりまして、まあその辺のね、ちょっと声優発表事情なんかも今後ね、ちょっと展開されていきますので、まだ発表されていない声優さんっていうのもまだまだたくさんおりますので、その辺遊郭編楽しみとなっておりますね。まあ宇髄天元のね、嫁なんかはね、3人もいるんで、まあ、有名声優さんがね、どこまで使われるかっていうところもね、結構楽しみなね、ポイントとなっております。さあ続いてね、主題歌なんですけども、遊郭編ではね、なんとね、新たなね、歌手を起用してきましたよねということで、リサさんがついにね、来なくなってしまいましたねということで、まあなんとね、エメさんとなっているんですけども、まあオープニングテーマ残響参加、エンディングテーマ朝が来るということでね、まあオープニングはね、 PV で聞けるんですけども、もう PV で聞いた感じね、もうかなり素晴らしい楽曲となっていたんで、まあエンディングもね、かなりね、期待できるんですけども、まあ多分エンディングはもう無限列車編の最終日、さっきね言った通り、まあ最終第7話のね、公開日、まあ新たな PV が出てね、その辺でエンディングもね、聞けるんじゃないかなと思っているんで、まあちょっと新しい PV 出るのかね、その辺もね、楽しみなね、ポイントとなっていますね。で、まあ現段階公式的に発表されている情報はね、まあ一応こんな感じなんですけども、まあここからはね、少しね、高度な考察で発表されてない情報もね、予想していきましょうということで、ここからね、ちょっと本
本番というか、まあ、考察やっていきましょう。ということでね、まず何話やるのっていうことなんですけども、まあ、アニメ一期はね、原作7巻の始め、まあ、原作でいうところの53話分、全53話分あったのを、まあ、アニメで26話分にしてるということで、まあ、アニメ二期はね、その割合的なね、計算でいくと、まあ、原作のね、8巻からま、11巻のあたりまで行って、でまあ原作で言うとこの67話から98話でまあ全32話分になるんじゃないかなと思っておりまして、まあそれをねアニメでちょっと換算すると、まあアニメね15話からね16話になるんじゃないかなと思っております。なんでまあ遊郭編はワンクールで15話から16話やるんじゃないかななんてね思っているんですけども、まあここまでがね一応遊郭編ということで、まあね2クールやってほしいというか、まあ刀鍛冶のね里編までやってほしいっていうね意見がね結構あったと思うんですけども、まあそちらはね、今回テレビアニメ無限列車編をやったということで、まあ確率は結構低くなってるんじゃないかなと、2クール目で刀鍛冶の里編をやるね、確率は結構低くなってるんじゃないかななんてね、思っているんですよね。なんでまあ個人的には遊郭編オンリーなんじゃないかなと思っているんですけども、まあなんでかっていうと、やっぱ制作がね、間に合わないんじゃないかななんてね、思っているので、まあ刀鍛冶の里編なんかはアニメ3期でね、やるんじゃないかなと思っています。まあでもね、あくまで考察なんで、まあその辺はね、まだまだわからないということで、まあ楽しみにしておきましょうと。はい、ということでね、続いて遊郭編どこまでやるのということなんですけども、まあこちらね、上限の鬼のパワハラ会議チラぐらいまでやるんじゃないかななんてね、思っておりまして、まあ原作でいうところの98話の終わりですね。まあそこまでやるんじゃないかなと思っております。まあ具体的にはね、赤座がパワハラ会議にね、招集されるところなんですけども、まあそこまでやるんじゃないかなと個人的には思っております。はい、まあキリがいいというところでね、まあそこまでなんじゃないかなと思っているんですけども、まあこれはね、まあ制作陣のね、やっぱね、まあ意図というか引っ張り次第かなと思っておりまして、まあほんと蓋開けてみないとわからないというか、まあ見てみなきゃわかんないよねということで、まあこちらね、ほんと放送をね、楽しみにしておきたいなと思っております。さあ続いてね、初回はね、なんと1時間ということで、まあ1時間放送のね、予想やっていこうかななんてね、思っているんですけども、まあ具体的にはね、どこからやってどこまでやるのということでね、そちらを今回予想していこうかなと思うんですけども、まあスタートはですね、おそらく無限列車編の続き、原作8巻の終わり、67話、赤座がなぜ無限列車に来たのかというところがね、分かるシーンから始まるんじゃないかななんてね、思っております。まあなんで原作でいうところの67話からね、スタートするんじゃないかなと思っているんですけども、でまあ続いてどこまでやるのということなんですけども、まあ、原作9巻のね、71話の冒頭、遊郭編へ潜入する直前までね、今回描かれるんじゃないかなと思っておりまして、まあなんで原作でいうところの71話のね、まあ中途半端なんですけど、71話の冒頭まで、今回描かれるんじゃないかなと思っているんですけども、まあだから第1話に関しては初回1時間なんですけども、まあ主に無限列車編のその後を描かれるストーリーが展開されるんじゃないかなと思っていますね。まあ遊郭編というよりかはどっちかというと無限列車編のねちょっと片付けというかそんな物語になってしまうんじゃないかなと思っているんですけども、まあだから遊郭編が本格的に始まるのは第2話からかなと思っているんですけども、まあでもね第1話からね全然面白いかなと思っているんで、まあぜひぜひまあこちらねもう第1話からね見てほしいところ盛りだくさんですね。はい、もうかなおちゃんのねめちゃめちゃ可愛いところもね見れちゃいますよということで、ムフフということでね、初回1時間放送は楽しみにしておきましょう。さあ続いてですね、制作関係を見ていきましょうということで、制作に関してはねアニメ1期と変わらなかったみたいでマジで良かったんですけども、こんな感じでアニプレックス、集英社、UFO テーブルということで、まあ、フジテレビのね参入があるかということだったんですけども、まあ、制作にはね一切関わってないみたいでね、もう珍しいですよね。フジテレビが制作に関わらないのにフジテレビで放送するっていうのはかなり珍しいパターンとなっているんで、まあ、今回例外というか、もうねかなりねアニメ一期とね変わらなかったということで、もうすごい良かったですね。他にもねスタッフさんの監督の外崎春夫監督だったりとか、キャラクターデザインのね松島明さんなんかもね変わっていないよねということで、もうねダキのねキャラクターデザインとかも出てたんですけども、ほんと変わらない感じで良かったですよね。でまあ制作陣がねもう一切変わってないっていうのは素晴らしいよねということで、もう本当に最強のねアニメ二期がね来るんじゃないかなと思っております。もう本当にアニメ一期と変わらないあの最強の鬼滅の刃がね、来ちゃいますねということで、もうこちらは本当に楽しみなねポイントとなっております。でね、まあもうアニメーション制作もね変わらないみたいでね、まあ UFO テーブルさんの作画っていうのが本当に素晴らしくて、 PV からこんな感じでマジで素晴らしいんですよね。うん、もう作画クオリティ本当にやばすぎるよねということで、もう本当にね、細かいこだわりなん
んかもね見えてね本当に素晴らしいなと思います。はい、で戦闘シーンなんかもこんな感じということで、まあ、こちらもね戦闘シーンもかなりやばそうですよね。うん、もう多分枚数とかやばいんだろうな、作画枚数とかやばいんだろうなということで、もうちょっとねもうボケてしまってるんですけど、それぐらいもうヌルヌルなね戦闘シーンが見れますよねということで、もう本当にねそちらね楽しみなねポイントとなっております。はい、もうついにもうすぐやなということで、いやもう本当に楽しみすぎる、カロリーメイドがうますぎる。はい、ということで皆さん今回いかがだったでしょうか。遊郭園めちゃくちゃ楽しみですね。まあ、皆さんのねまあ意見というかまあ楽しみなねポイントとかもねぜひぜひコメント欄に書いてくれると嬉しいです。全部ね読ませていただこうかなと思います。はい、はい、ということでね今回の動画が良かったよという方はね高評価、そしてねチャンネル登録なんかもねぜひぜひよろしくお願いします。いやー遊郭園ほんと楽しみだよねということで、また次回の動画でお会いしましょう。